君は気持ちを伝えないの？向井さんを困らせたくないから。富山君、告白しよう。ずっといろはちゃんのことを思ってきたんでしょ。言葉にしなきゃ伝わらないよ。でもいいの？いろはちゃんが他の誰かと付き合っちゃっても。それは嫌だ。ワンダフルプリキュア、悟の告白大